福岡県は昨日、新型コロナウイルスの感染者が新たに2674人確認されたと発表しました。前の週の同じ曜日を14日間連続で下回っています。昨日の新規感染者2674人の内訳は、福岡市840人、北九州市403人、久留米市130人、県が管轄する地域1214人などとなっています。 一日あたりの新規感染者は前の週の同じ曜日から1034人減少しました70代以上の男女19人の死亡が確認されています最新の病床使用率は前の日から2.7ポイント下がった46.2%重症病床使用率は5.6%となっています佐賀県では531人の感染と5人の死亡が確認されています